焼く前と焼いた後トーストは、スライスした食パンを加熱し、表面に軽く焼き目をつけた食品である。日本に紹介された1908年の文献は、パン酒の発酵から焼き方まで製パンを解説し、トーストにチーズ入りスクランブルエッグを乗せた、チーズトースト、炒めたハムのみじん切りを加えて、砂糖少々で調味したオムレツを乗せた、ハムトースト、 トーストにミルククリームを垂らしたミルクトースト他を紹介している。大正時代に軍隊でパン食に出会う人が増えたことをユーモア集に述べた鴨モ一はトーストしたパンを喫茶店や料理店のメニューにトースパンと乗せたところ学者が焼かないパンを所望して通さないパンを注文した話を記した。トーストを作るにはトースターを使うのが一般的。 オーブンやオーブントースター、それに直火でも焼き目がつく。電気トースターは日本では第二次世界大戦前から広まりを見せ、ニクロム線を熱した加熱部を覆う焼き網にパンを立てかけて扉を閉じると焼けた頃を見計らってパンを取り出すという簡単な構造と安い価格のため幅広く使われた。セルフタイマーとバネを組み込み、 焼き上がったトーストが飛び出す気候は1928年にアメリカでポップアップトースターとしてマックグリュー電気会社が商品化したといい日本で普及し始めるのは戦後であるまた様々な模様に焼き上げるトースターもある表面が茶褐色になるのはメーラード反応によるものであるクラシックなトーストラックに乗せて朝食で食べることが多い トーストをそのまま供することはあまりなくバターやマーガリンを塗って食べるのが普通である。ジャムやチーズもよく使われる。おやつや昼食の取材になるオープンサンドを焼いたドイツのハワイ風トーストはスパムトーストをヒントに生まれたとも言われる。ニンニクのペーストを塗って焼き取材に添えて供するガーリックトーストなどもある。イギリスでは細く切って 半熟卵の黄身に浸して食べる。トーストしたパンでサンドイッチを作るトーストサンドもこの国ならではである。パングリエとも呼ぶフランスにはイギリス人がトーストをよく食べるのはあまりにも寒いのでバターを溶かす方法をそれしか思いつかなかったとする笑い話がある。パンを小さくサイコロ切りにしてからトーストもしくは揚げたクルトンは サラダのトッピングやスープの浮き身に用いられる。厚切りトーストがインゴとして、香港の人々の口に登った時期は、本土からの観光客が増えていた。列車内のいざこざの場面を投稿した SNS 動画で、観光客が発した、コータジという一言が、香港の人の耳に、熱たしと聞こえたことから、噂が広がったとされる。パンにトマトソースを塗り、チーズや、 サラミなどの具を乗せてトーストすると、ピザトースト、卵と牛乳と砂糖に浸して焼いたものを、フレンチトーストと呼ぶ。具を挟んでからトーストする、クロックムッシュ、メルバトーストという料理もある。その他、調味してから焼くハニートーストや、バナナシナモントースト、オープンサンドを加熱する、ハワイ風、トースト、トーストしたパンを調整する、シナモントーストや、コクラトーストなどがある。 ハワイ式トースト。ハムに、パイナップルと薄くスライスしたチーズを重ねて焼き、仕上げに飾りをのせた。1950年代のドイツで流行。小倉トースト。名古屋式モーニングセットに含まれる。赤坂女子講習会1908。ピアニッシモ。9598。AB 赤坂女子講習会1908。 ピアニッシモ、97、赤坂女子講習会1908、ピアニッシモ、98、カノショ一トーストパン、49ロゴスの嘆き、満筆文と模造、書店、1925年、67ページ。ドイ、10.11501、90万7678。2020年7月15日閲覧。近代デジタルライブラリー公開。 コマ番号0 0 3 3 j p に、清水雅美、銃焼けたら飛び出すトーストパン新商品新商売これからの商品とその売り方千ば正九1948年土井10.11501 1067913 10 2020年7月15日閲覧近代デジタルライブラリー公開コマ番号0 0 1 4 j p に、 岡田 1999p90 ガーリックトースト岡田 1999p219 19トーストサンド佐藤 2014p51 落合秋久圧接トースト金融市場第25巻8農林中金総合研究所2014年8月26ページ2020年7月17日閲覧 岡田 1999P273 ピザトースト岡田 1999P301 フレンチトースト岡田 1999P127 クロックムッシュ岡田 1999P335 メルバトーストパナティ 1989P159 主な執筆者の性の五十音順に出版都市順近代デジタルライブラリーで 公開書籍、定期観光物。ありがとうございます。